手前。お、なんもない。お、よいしょ。お、何をするの？なんか今日は問診、体の健康チェックみたいな。え、怖。チェックシートを用意したので、はい、お互いにそれを問診し合って、問診し合う、どういう病気の症状があるのかをチェックするので、わかんのかな？行け前、やってみ。この項目を聞いていくってこと？そうです。あ、俺が聞かれんの、はい、ほんなら何人何個当てはまってたらどうやとかそういうこと。ああ、なるほどなるほど。過半数当てはまってたらもうその症状が。なるほど、なるほど。まず水分をあまり取らない。これどうなんやろう。どれか取ってるか取ってないのか分からへんの。平均で、まあ、2リットル取れたり。あ、それは取れてないわ。1日取ってない。それは取ってないと思う。続いて朝食を取らないことが多い。ああ、そやな、取らないことが多いな、うん、何これ。じゃ、食べ物をあまり噛まずに飲み込んでしまう。よく噛んでない方かな。その平均何回ぐらい噛んでそう。いや、そう、10回ぐらいじゃん。その回数によってもそうなん、なんか変わるらしい。10回ぐらいじゃん。10回も噛んでるか分からへんもん。え、ものによるやろそれ、それ美味しく感じることが多い。その食べ物が、食べたものが美味しいよ。その紅茶やコーヒーをよく飲む。あ、飲まない。柔らかい食べ物が好き。硬い食べ物って何よ逆。いや、そんな怖いな。柔らかいのが好きなんちゃうかな。じゃ、食べないからね、あんまり。それ美味しいと感じ。それ、ぜ、な、な、ほんまに書いてんの。美味しいとか、美味しいと感じる。柔らかいものことが多い。そう、多いよ。多い。うん、ほんま書いてんの、それ。書いてる、書いてる。その、美味しいと感じるよ。治療をしていない虫歯や歯周病がある。虫歯はやってる。歯周病分からん。あ、でもなんか言われたな、の毛があるって言われた。これ何が分かんのこれ。気がつくと口を開いていることが多い。あ、多い多い多い、うん、それを指摘されたことがあるか、自分で気づくか。あるある、指摘される。どういう風に指摘されて。どういう風に指摘される、うん、いや、そう、ゲームの配信とかしてる時口開いてること多いから口開いてるとかよう言われるけどね。それ指摘された時どう思うか。ちょっと待って、それ何が分かんのそれで。いや、それでなんかその大きい質問、今の大きい質問は裏から見えてる数とあったんだけど。いやいや、大きい質問は気がつくと口開いてることが多いんやけど、それに付随して、そういうことね、うん、そのどう思うか。いや、そう、ほっとけ、ほっとけやって思う。ほっとけやって思う。ほっとけやって思うよ。思う、もうそう思うよ。どんだけ項目あるんですか。まあ、大きいのはあれやで。日中人と話す機会が少ない。そんなことはないよ。多いよ。大体何人ぐらい。それ日によるってそのまあ平均したら平均、うん、もう 5,6 人じゃないの。 5,6 人、うん、その 5,6 人の人たちにも口を開いていると指摘されることがある。それない。それない。ないない。そ、口をし相手と指摘されることがないと答えた方。いや、お前そんな数が違うやん。それはそれで少し寂しく感じ。いや、感じひんよ別に。別に口開いてること言われたくないし、俺ほっときやって。それ寂しくは感じひん。感じひんよ。これ何が分かんねん、これ何の病気やねんこれ。睡眠時間が不足しがち。それはまあ、もう今ほぞまあまあまあバラ、まあ、でもあんまり長く寝れんくなってきたな。ほんで不足しやがちかな。平均睡眠時間、これ何時間、うん、6-7時間、うん、まあ取れてる方やと思うけども、それでも足りひんな。もっと寝たよ。あ、足りひんと感じる。足りひん。6時間ぐらいだったら、うわ、もう、本来起きる時間までもう一回寝直すから、寝れる時もあるし、もう寝れへん時もある。
でその時になんか、ね、たまに寝れたりするやん、うん、あの一回目覚めたけど、うん、まだもちろん寝れる、で寝れへん時多いけどたまに寝れたりするやん、うん、その時は嬉しい、うん、もう言ってるよ、いやいやどっち嬉しいクエスチョンやから嬉しい嬉しい、嬉しくない人おらへん、二度寝成功して二度寝成功して嬉しい、何やねんその質問、それはどっち嬉しい、めちゃくちゃそれ何の病気がわかんねんこれ、ストレスや緊張することが多い、それは多いよ、それはちなみにどういう時にストレスや緊張を感じることが多い、ストレス、うん、ストレスはまあストレスでも緊張でもどうして、緊張はまあそれはもう仕事は緊張の連続ですよ、うん、でも緊張しない時もある、まあ、毎回、まあ、もちろんあるよ、緊張しない時もある、あるある、その緊張しない時は嬉しい、うん、そこなんかめちゃくちゃ不随してる、いやいや別に嬉しくないよ、緊張してる方がいいと思ってるから、ストレスは、ストレスは嫌やけど、ストレス感じひん時ももちろんある、うん、まあそれ感じひん時もあるよ、仕事の面では、仕事の面で、うん、その時は嬉しいそれ嬉しいか嬉しくないか、どうそれな何が分かんねんそれ、嬉しい、これはでも今のは嬉しいはなんかクエスチョンについてへんわ、だからなんかなんでなんでそっちが断言されてる、俺が宣言してるわ、何それ、なんでその時は嬉しいねって感じ以上です、もうな、な何のテストなんこれ、これはなんか一番上書いてるのは講習チェックシート、10個のうち21個、うん、チェック項目、めっちゃ口が臭いということか、そうです、ね、知っとるわその検査結果としてはその口が臭いであなたの件、ねね、全員臭い、あの出ました、口臭いなやつおらんの、一応結果出ましていやもっとさ、もっとさ、あの大きい病院、もっとでかい病気見つけてほしいから心筋梗塞ってそうしたわ、大きい病院にもしあれでしたら、ね、大きい病院ってどうすんねん、口臭いんですけど、口臭いっていう結果になってます、何か言ったらへんねん行くで、津田さんからあの質問して、タバコ吸っている、吸ってる、うん、過激なダイエットしている、してない、過去にしたことがある、ある、うん、ストレスが溜まっている、まあまあ溜まってる、うん、そのストレスをどうやって解消している、まあ、最近ちょっとお酒飲んだりもするから、 お酒もあんねん、お酒は何を飲んでいる、まあ、ビールとかもハイボール、ウイスキー、うん、ぐらいか、ほんまはウイスキーを飲んでいませんねって書いてあるっていう、なんかいやそれなんか宣言してるやん、何なん、ブック今誰かがやってるお前の紙にバババババって、ゲームブックみたいな感じで言ってゲームオーバーって出てたもう終わりだゲームオーバーそれ嘘ついたからってこと、嘘、いや嘘ついてへんよ、えハイボールね、朝食や夕食抜くことが多い、まあ日によるけど最近はあの朝食は意識して食べるようにしてる、ちょっとだけでも、パンかご飯か、最近は意外とご飯、意外と、うん、それはおかずっていうのはどういう何が、おかずはなし、ご飯だけ、言うたら俺おにぎり好きやから、おにぎりを食べてる、あのおにぎり、おにぎり食べてる、おにぎりを握っといてもらって、でそれを食べてる、それを食べてる、ごめんゲームオーバーダサいってことおにぎり食べてる、それゲームじゃないよ、その問診やから、分け目はいつも同じ、分け目はでも意外と日によって変えてる、お、うん、分け目は一緒やいやそのやっぱ自分の中であるから、ワックスやスプレーでヘアスタイルを整える、ワックスかスプレー、うん、なるね、そうやな、シャンプーはザザッと一度洗いだ、今は一回洗い、お、チンゲはザザッと一度洗いだチンゲはでも細かく言うと2回洗ってる、それは1回ザザッと洗って剥いてからっていうこと、うん、あのもう剥けてるから俺は、チンゲの話やんな、どっち全体の話、シャンプー後
髪を乾かさずに寝ることが多い。いや乾いてる。お、これで何が分かるか言ったら、あのもう大体分かってるやろ。まあな、うん、あの抜け毛チェック。口臭。口臭って関係ないの。何こいじゃった、抜け毛チェック、はい、抜け毛脱毛チェック。そんなもんチェックする必要ないやん。いやいや俺なんか最近なちょっと気になってたよ。俺もしかしたらちょっと薄いんかも。いやいやいや最近これ俺ちょっと気になってたから。チェックする意味が分からない。林にやってるのと一緒やで。全然ちゃうわ。林にこのチェックしてるのと俺も何ら変わりがないから。俺もこれせいやに聞いてるから同じやから。俺もあんまこう意味ないんよこれ。チェックする意味が。せいややから。でどうやった、もう100点やろ。そうですね、あの10個のうち16個ね。え、10個のうち16個ってそれはもう当てはまろう。登録者数が100万人いきますように。よっしゃー。